皆さん、こんにちは。メジャーリーグで活躍するダルビッシュ有選手、現地時間5月19日、日米通算200勝を達成しました。この記録もさすがですが、ダルビッシュ有選手の高校時代なども話題を集めているようです。今回はダルビッシュ有選手についてこれまでの活躍や高校時代の素行や喫煙の噂、エピソードなどをまとめてお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。ダルビッシュ有選手は大阪府羽曳野市出身の1986年8月16日生まれ、身長約 195.6cm、 体重約 99.8kg のプロ野球選手です。2005年から2011年までは日本プロ野球の日本ハムファイターズで活躍し、2009年の WBC でエース投手として参加すると見事なピッチングを披露して優勝に導き、金メダル獲得に大きく貢献しました。2012年からはメジャーリーグに移籍し、テキサスレンジャーズ、ロサンゼルスドジャース、シカゴカブスなどで活躍。現在も奪三振集の動画が注目されるなど、相変わらずの人気ぶりは健在のようです。そんなダルビッシュ選手ですが、高校時代はどのような成績を残していたのでしょうか。ダルビッシュ選手は高校時代は地元大阪を離れて甲子園の名門東北高等学校に入学をしており、1年秋からエースピッチャーとして活躍します。高校通算成績は登板67、奪三振375、防御率 1.10 という素晴らしい記録を残しています。2003年の甲子園では惜しくも決勝で常総学院に敗れ準優勝に終わりましたが、2004年6月には球速が150キロを計測するなど、当時から速球ピッチャーとして大きなニュースになりました。ダルビッシュ選手の持つ力強いストレートと多彩な変化球は高く評価され、控えだった3年生を差し置いてダルビッシュ選手がエースに指名されたといいます。そしてダルビッシュ選手の活躍は甲子園でも多くの話題をさらいました。ですが、そんな華々しい活躍の裏でダルビッシュ選手は成長痛に悩まされていたそうです。ダルビッシュ選手は中学時代から190cm近い長身でハイペースな成長を遂げていました。そのため高校時代は膝や腰の痛みに悩まされ、チームメートと同じメニューをこなすことができない時期もあったそうです。監督はダルビッシュ選手の将来性を考慮し、無理のない練習メニューを組んだといいます。ダルビッシュ選手自身も自分の体の特徴を理解した上でどのような練習が必要かを考え実践していたのだとか、課題を乗り越える過程でダルビッシュ選手は自己管理の大切さを学んでいったのかもしれません。またこの頃のダルビッシュ選手は練習に対する姿勢が他の選手とは違っていたことでも知られています。ダルビッシュ選手は納得のいかない練習はしないという考えを持っており、ただ漫然と練習をこなすのではなく常に意味を考えながら取り組んでいたそうです。例えばうさぎ跳びなどの基礎トレーニングは避け、自主練習でピッチングの研究に時間を費やしていたといいます。そんなダルビッシュ選手の姿勢は周囲の目には問題児のように映ったかもしれません。しかしダルビッシュ選手の中では自分に合った方法で成長したいという強い意志があったのです。実際ダルビッシュ選手独自のトレーニング方法は次第に結果に現れるようになります。そして自分に合った練習方法を追求するダルビッシュ選手に理解を示してくれたのが恩師の和光正弘監督です。和光監督はダルビッシュ選手の才能を信じ、自主性を尊重する指導を心がけたといい、特に文句を言うこともなかったと言われています。和光監督に対してダルビッシュ選手はラッキーだった、守ってくれたと語っています。また自分のやりたいように指導するいわゆる強豪校の監督コーチに対してはだいぶ才能の目が詰まれていたかもしれませんとコメントを残しています。その後5球団からの1位指名を受けるなどプロ注目の存在となっていたダルビッシュ選手でしたが、ダルビッシュ選手は高校時代の素行も注目されており、2004年には高校の校内での喫煙姿が写真週刊誌に掲載されました。顔写真と名前は伏せられていましたが、甲子園ファンには一目でダルビッシュ選手とわかる写真でした。その後の2005年2月未成年でパチンコ店に入店し再び喫煙したことを報道されてしまいます。これにより東北高校の処分に注目が集まるニュースとなりました。そして同年の2005年、当時は日本ハムファイターズへの入団が決まっている高校3年生の時期でした。謝罪会見の際はバックに日本ハムファイターズのマークが掲げられ、ダルビッシュ選手の謝罪姿が大きくニュースとなっています。
スーツに身をまとって謝罪をする姿に多くのファンが悲しみ、叱咤する方も存在していたようです。ダルビッシュ選手の当時の処分として、日本ハムファイターズ側は無期限謹慎の処分を行いました。また鎌ケ谷市にある球団寮へ送還され、社会貢献活動を命じる処分を行っています。また東北高校側も無期停学処分としていますが、3月8日には停学が解除されて1週間遅れの卒業となりました。さてその後は先述した通り、プロ野球で活躍するダルビッシュ選手でしたが、2007年11月11日にタレントの紗栄子さんと結婚、そして2012年1月19日に離婚を発表しています。2人の息子の親権は紗栄子さんのものになりました。離婚当時、長男が4歳で次男が2歳ということで、養育費をいくら払っていたのかが気になる人も多いでしょう。当時のあらゆる週刊誌やニュース速報などを調べてみると、結局ダルビッシュ選手が月々200万円の養育費を払うことで決着がついていたようです。慰謝料はなしということで合意したそうなのですが、年に2400万円の養育費ということはかなりの金額になっていることがわかります。ちなみに養育費は非課税であるため税金は払わず、まるまるそのままの金額でもらえているようです。ダルビッシュ選手は離婚した年にテキサスレンジャーズとの契約が成立し、6年契約で契約金を6000万ドル、当時46億円もらっており、月々の養育費の200万円も余裕で支払えたようです。養育費は子供が成人になるまで支払うというのが一般的です。しかし大学などに進学した場合はまだ収入を得ていないということで、養育費を受け取る権利があるようです。なので紗栄子さんの息子が2人とも大学を卒業する場合、4億8900万円もの金額になるようです。しかしこれは紗栄子さんが息子たちが大学を卒業するまで誰とも結婚しなかった場合です。もしも紗栄子さんが子供たちが成人する前に誰かと結婚して、結婚相手が息子たちを養子縁組した場合、息子たちの養育義務は新しい父親に発生することになります。しかし紗栄子さんは養育費を一切使わず子供を育てているのだと言います。2020年9月3日放送の真相坂上では、子供たちを養っていかなきゃいけない、守っていかなきゃいけないとし、私自身が稼いでいかなきゃいけないと強く決心したことを語っています。ダルビッシュ選手からは子供たちに対するサポートみたいな形で養育費をもらっているようですが、紗栄子さん自身の個人的な意地で最終的には自分も離婚を選んだのだし、子供たちに対して精神的にも金銭的にも自分でしっかり育て上げたいという気持ちで働いており、養育費には手をつけずに育て上げたいと思っているのだそうです。ちなみにダルビッシュ選手は2015年に格闘家の山本聖子さんとの間に男児が誕生しており、当初は事実婚であったものの、2016年に婚姻届を提出して正式な夫婦となっています。そして2024年5月19日、ダルビッシュ選手は日米通算200勝という大記録を達成しました。日本ハム、レンジャーズ、ドジャース、カブス、パドレスでの勝利を積み重ね、ついに到達した大台です。日本人選手としては野茂英雄氏に迫る快挙となります。この日の試合は地上波の NHK が放送予定を変更してまで生中継するほどの注目を集めていたといいます。そして7回を2安打無失点に抑えるピッチングで見事に200勝目を挙げることに成功。4登板連続無失点でメジャー自己最長を更新する連続イニング無失点は25にまで伸びています。本来は前日18日の同カードで先発予定でしたが、悪天候で中止となりスライド登板することに。試合開始予定時間から1時間40分ほどは中止が発表されずに試合開始を待ちましたが、悪天候が続いたために中止が決まりスライド登板となりました。3回までは2安打と1四球で毎回走者を背負ったものの、粘って無失点、初回に3点、4回に4点を奪った打線の援護もあって勢いに乗ったようです。4回からは4イニング連続三者凡退、3回西から13者連続アウトで強力ブレーブス打線を寄せつけることはありませんでした。 MLB 公式サイトの S ラングス記者によると、1901年以降の37歳以上の投手で4先発連続無失点だったのは K. ロジャース選手以来2人目で、5回以上を投げた4先発連続でいずれも無失点だったのは球団史上初という無双状態だといいます。ダルビッシュ選手は試合後の NHK のインタビューで、特に実感はないんですけど、
アトランタでいいピッチングができて、明日ダブルヘッダーの中7イニングを投げることができてよかったと思いますと頷きながら、 NHK さんが生中継を大谷くんのやつドジャース戦をやめてまで BS で生中継をやってくださっているので、今日決めたいなという気持ちはありましたと冗談を交えて語りました。過去には様々な問題を起こしつつも、あまりにも偉大な記録を残しているダルビッシュ選手、今後もその活躍から目が離せないようですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。